お疲れ様です。今日は8月20日です。はい、これは昨夜作ったね、リゾット的なお粥です。これはちゃんとお米でやってます。でこれを、移して冷蔵庫に保管します。全然味見してないけど。鶏肉入ってんだよな。ハサミで分解しようか。YouTube のリック・ビアロチャンネルでパッド・メスニーのインタビューがね上がってて、おっとそれをね見てたんですけど、パッド・メスニー大好きだからね、まだ全部見れてないです。これはねすごい、1時間46分ある。すごい、ありがたい、楽しみ。あ、もう全然あれだな、これは切るとかじゃないですね、もうスプーンで完全に砕けるね。鶏肉買ってやってれば大丈夫。これ1合しか炊いてないんだけど、実際この5合のやつ満帆になったんです。これね、たまに作るんですよ。料理がめんどくさい時にこれをやる。今サイクルが良くないんで戻しに入んなきゃいけないんだけど、ちょっとね料理してる時間そしたらないんですよ。集中してこの生活習慣を戻さないと。あ、鶏肉が完全に粉々になってますね。鶏胸肉を使ってます。手が疲れた。ではこれを移します。えい、大量ですよね。ちょっと味見してみようかな。とりあえずこのままいただきます。うわ、もう結構いいな、おいしい。塩分も全然これぐらいでいいかも。ちょっと物足んない場合はさっと塩コショウ。うん、おいしい。これなんだろうね、トマトリゾット風おかゆ。トマトがゆ。It had a resonance that was very personal to me. はい、動画1本編集終わりました。暑い。でこの後ですね、生徒さんが来て、レッスン1個やって、でその後ね、本当はね生徒さんのライブのサポートで、リハーサルがあったんですけども、キャンセルになってしまいました。残念です。なので今日はね、次のレッスンで終了ですね。じゃあもう一本動画その後やっていこうかな。98です。1 2 1 2 3 4。
方。あれ、ここ。すいません。ここ長いんですね。他よりね。ごめんなさい。もう一回やろうかな。はい、レッスンも終わりまして、先ほどのレッスンのですね、またデモ演ですね、まあ、デモ演っていうか、これは生徒さんが一緒にこれに合わせて練習するみたいな感じの動画です。これをアップします。限定公開で、ね、ちゃんと撮れてんのかな。ワンツーワンツースリーフォで、リハーサルがなくなってしまったので、それイコール、ライブの本番もなくなってしまったということなんですけど、ちょっとスケジュール、そしたらこちらなし、これもなし、はい、こちら2021-0820 です。優しさにテンポが98だったかな。レッスン関係限定公開で、YouTube のエディターで最初、あ、違う違う、ついファイナルカットの動きをやってしまう。最初の部分をカットします。ワンツーワンツースリーフォー。保存でレッスンカルテにリンクを貼ります。で処理中です。はい、 OK です。じゃあ明日の動画の編集をやっていこうかな。頑張ってこれやって、今日もウォーキング行こうかな。あれ？動かなかった。なんだ、動かなくなっちゃった。え？電池？あ、ちょっと待って。なんで？お、復活。電池か。ありまして、54、よし、これ明日のやつです。2本目、終了。
いでしょう。書き出しましょう。はい、オッケー、疲れた。でもこれでとりあえず動画のスケジュールは通常のサイクルになります。はい、無事2本目の動画も、アップし終わりまして、ちょっくらウォーキングに行きます。で、まあ、今日あった出来事について、ね、まあ、Vlog で喋るかどうかっていうのでちょっと悩んでるんですけども、あの今日ね、リハーサルがキャンセルになったとか、まあ、ライブがキャンセルになったとかっていう言い方をしましたけども、実際はね、私がクビになったっていうことなんですよ。